これちょっとね変わったビールですね。白ワインを思わせる華やかな香りと爽快な後口って書いてますけど、サントリーのゴールデンエール。乾杯。あ、ブドウの香りがする。今年一発目のソロキャンプは大分県九重町にあります泉水キャンプ村からお届けしたいと思います、ね、ちょっと見えますでしょうか、こっちの方の山、雪化粧になってますけどね。いや、なかなか寒いですけど、まずは、テント設営をしたいと思います。はい、設営完了しました。今回はですね、よいしょ、コールマンのテントを持ってきてます。まあかなり冷え込むだろうという予想のもとですね、いつもとは違うレイアウトにしたいと思います。はい、今度こそ設営完了です、こんな感じでテントインテントで、今回はやってみたいと思います、まあ、やっぱり一番ですね心配なのは風ですね。風が強く吹いちゃうと耐えられないかなと思いまして、こういう形にしてみました。ちなみに現在の気温なんですけど0度ですね。まだ15時12分なんですよ。夜怖いですね。何度になるんだろう。まあね、とにかくね、見た目も寒々しいです。今日はですね、ちょっと鍋を中心にやりたいと思います。こうね、ネギが出てますけど、はい、まだね、完全に終わってはないんですけど、今回もですねザ・フレンドリー・スウェード社さんから、ご提供いただきましたアイテムがあります。これは、レジャーシートですね。折りたたみ式のとってもついてますんで、こうやって持ち運ぶことができるんですよね。でこれ早速ですね、ここに敷きたいと思うんですけど、まずちょっと荷物を出さないといけないですね。はい、荷物を片付けました。これ早速ね開いてみたいと思います。生地がフリース素材になってます。肌触りがとってもあったかいですね。これは冬は特にいいんじゃないですかね。これこんな感じですね。まあここマジックテープで留めるところがあるんで、マジックテープのこれかな、このラインがありますけどね、非常にあったかいですね。でこれ裏は防水のような生地になってるんで、水とかは弾きますね。ここ裏ですね、はい、うん、これなかなかいいですね。ちなみに今まで使ってたレジャーシートはちょっと今回は外に追い出されてますけど、また今後ね使わせていただこうかなと思います。そしたらまず最初のですね料理の準備をちょっとしたいと思います。はい、テーブルとかセッティングをしました。最初の料理をやろうかなと思ったんですけど、このキャンプ場、まあ、前にもですね紹介してたんですけど、温泉があるんですよ、これ場内にですね。で先にねちょっとお風呂に入ってこようかなと。で上がって、それからねゆっくり、ちょっと鍋をね
作ろうかなと思いますんで、温泉に行ってきます。やっと温泉着きました。前回と違ってめちゃくちゃ遠かった。で一番下だったんで、行きかけ全部上りなんですよね、道が。いや、しんどかった。まあでもいいですね、温泉。今ね、誰もいませんのでちょっと入ってみたいと思います。お、あ、0度切っちゃいましたね。マイナス1度か2度ぐらいになってますね、もう。もう全くそうは思えない。体ポカポカしてますからね。最高でしたね。いいお湯でした。結構寒いからですね、湯冷めするかなとか思ったんですけど、いやいや、さすが温泉ですね。やっぱり冷えないですね。で室内の温度がですね、お、4時44分になってますけど、ちょっと見づらいですけど 1.4 度ですけど、体が熱いですね。ちょっと上着を脱ぎたいですね。では最初の料理を、ちょっと簡単なやつでいきます。こちらですね、白菜と豚肉のミルフィーユ。ミルフィーユ鍋ってありますよね。でただこれは、鍋じゃなくて、このままなんか電子レンジで温めて食べるタイプみたいなんですけど、これをですね、ちょっと鍋にしようかなと思います。お出汁を作ってですね、これを突っ込むだけっていう、もう簡単なやつでいきます。ですね、まあ900でいけるでしょう、トレックのね。はい、お出汁を作らないといけないのかな。これ鶏ガラスープの素と、これいつも使ってますお気に入りの醤油ですね。もうこの2つだけで、ちょっと作ってですね、さっきのミルフィーユをですね突っ込みたいと思います。添加よし。あ、さすがに手が寒いな。あそこに薪置いてますよね。ネイチャーストーブで焚き火しようかなと思ったんですけど、こういうこのテントインテントっていう形にしたので、どうしようかなと思ってですね、外で焚き火してても、まあ多少は熱は来るんでしょうけど、ちょっと状況によって決めたいと思います。でまあここにありますけど、ガスランタン表全開にしてるんですけど、これとまあ鍋を食べたりとかするんで、意外とねこれだけでもいけそうな気はするんですよね。結構このガスランタンからの熱がテント内にこもるとですね、あったかいと思います。それと今気づいたんですけど、ビールちょっと外にずっと置きっぱなしにしてたんですよね。さすがにこの気温なんで、もう何ですか、夏場に氷水に浸してキンキンにしたビールとほとんど一緒ですね。冷たい、指が痛くなります。すごいな、やっぱり冬は。でもいいですね、とっても静かです。温泉に行って、帰ってくるまでの間結構な距離があったんですけど、まあその区間の中で4組ぐらい他にキャンパーさんいましたからね。YouTube でこう動画を見るまではですね、冬キャンプをするっていう発想はなかったですもんね。沸きましたね。そしたらですね、これ鶏ガラスープ適当に入れます。
あと醤油ですね。もうちょっと醤油入れようかな。 OK OK、 これでいこう。ちょうどいいんじゃないかな。放置。さあ、いい香りがしてきましたし、若干吹きこぼれてますんで開けます。よいしょ、オープン。うわ、ちょっと弱火にしてですね。ちち、熱っ。はい、ミルフィーユ鍋完成です。早速いただいてみます。うん、あ、おっと、豚肉はうまい。あったまるね、これはうまい。うん、お出汁もちょうどいい感じです。このね、鶏ガラスープの素ってすごい万能ですね。あの、家でもつ鍋した時もこれでスープ作ったんですけど、美味しかったですね。いや、冬は鍋ですね。いいですね、これ美味しい。ごちそうさまでした。完食しました。いやー、あったまりましたね。もうビールが冷たい。今回はビール欲がなくなってますもんね。どうしようかな、もう一本ビール持ってきてるんですけどね。はい、これも飲みました。